はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、ちょっとね、一回はまあ、受けるっぽいものを使おうと思ってて、まあ、メタモンが入ってきちゃったんだけど、まあ、純正ではないね。結構メタモンが結局前期めちゃくちゃ結果出してて、このルールのね、てか、多分8世代のもしかしたら答えまであるかもしれないんだよね。メタモンが。まあ、8世代は言い過ぎかな。少なくともでもこのルールでは、メタモンは強い。っていう感じになっちゃってて、まあまあ間違いはないと思うんだけどね。で、受けループが終わって受け6にすると、選出が、4体選出が基本のゲームになるっていうのは僕、このルール、禁伝ルールの最初のシーズンから思ってて、8世代入ってからずっと思ってて、本当に辛いんだよね。選出が3体で綺麗にまとまることの方が少ないっていう感じなんだけど、こっち視点メタモンまで入れると、相手もね、選出がちょっと難しくなるっていう、まあ、イーブンになるかなと思ってのことなんですけど、ダイナバンギメタモンって投げるか、で、ランドロスパクって切り返した場合だったら勝てるんだから、まあ、それでいいと思うんだよね。初手のランドがちょっと嫌だかな。まあ、スカーフ判定はできるから、スカーフ見えたら、地震ケアで引いたとこにトンボ飛んできてっていう感じで負けるんだろうな。かといって、じゃあ、初手身代わりから入れるかって、そんなわけないからね。まあ、でも、スカーフランドパクって、ラオスから来るのは割と、いいかな。水ラオス。ダイアイスは大丈夫なんだけど、まあ、ダイマ切ってきたらメタモンに効くしかないかな。ここね、相手視点たら、ダイナーを、完全に封じれるポケモンっていうのはそんなにいないと思ってるけど、身狩り張っていいと思うんだよね。有利対面だから。ボガエリスカフはね。ダイナー確か僕、まあまあ S 振ってた気がする。僕が2-1取った時のダイナーより、もうちょっと S 落として、耐久に寄せてたはずなんだけど、確かに。いやでも、カミツルギ抜きは維持してるんだけどな。ああ、うつろ出てくるのは、ここからマジフレで、まあ、抗えるんで、全然いいっすね。で、ヘドロの回復2回分挟んで、万儀引きもあるから、多分、結局メテオビームがプラマイゼロみたいになるでしょ。で、裏多分イベルタルなんだよね。毒毒とかケアで、一回こういう動きになってると思うんだけど。でも僕がメガネダイマックスだったらさ、イベル死んで、全部貫かれてたけどな、手足になるけど、どうなんですかね。メテオ。ちなみにここ避けると神なんだけど、避けないですか。で、ダイマックスうまくすかせば勝ちかな。ここを相手使ってくれたから、うつろが結局プラマイゼロのまま、終わったみたいな感じなんだけど、ダイマックスを切ってきた場合だけちょっと難しいと思ってて、ただマジフレから入ると次再生でまあまあ間に合いそうなんだけど、サイコが飛んでくるとちょっと嫌なんだよね。まあ一回バンギ引いていいかな。で、イベルにダイジェットされない限りには、ダイナが上取れてるのと、ジェットされてもメタモンで切り返せばいいから。やっぱ受け4ぐらいの方がいいな。ああ、やっぱ持ってるよね。そういう技。で、これで多分ウーラオスが出てくる展開になると思うんだけど、そこにダイナ引きがまだ成立するかって感じかな。あ、バンギステロなかったわ。こう釣っていいと思うんだけどな。ウーラオスに対して。で、裏イベルでしょ。いや、でもイベル引きはさすがにないから。飛んできて草技なんだよね。だから、一回ダイナ引きでいいと思うけど。まあ、どっちみちここは、絶対相手引かないといけないターンだから。で、あと、ウラオスはね、バンギリ投げ放題だから。やべ、バンギリ捨てろそうだ。切ったんだ。受けミラーを考えると、バンギラスで眠って勝つっていう感じになっちゃって、結論的には。それで、こうなっちゃったんで。で、砂入って、ここね、丁寧に一回再生をすべきじゃないか。いや、でも、レンチは大丈夫でしょ。身代わりでいいな。ダイマ切ってきた場合は、身代わりで透かしたくて、で、スカーフのままレンチ飛んできた場合だけ、ちょっと気になったんだけど、多分、身代わり残せる状態で耐えるんで、めちゃくちゃ硬いから、
ユーロス、スカーフない以上そんなにパワーないから、ハチマキで、レンチでぶん殴って。それはまた話ちょっと違くね。ああ、まあでも身がりまくったわ。無限ダイナが、やっぱいいわ。僕の、お気に入りだね。金殿の中でも。まあ、なんでかっていうと、ウラオスが受かるからっていう、その一点に尽きるんだけど。あ、ちなみに、自己再生を一番上にしてる理由はね、TOD の時に、トイレ行けるからですね。トイレ行ったり別のことしても、結局再生するって、再生を推すのは一番高いだろうと思って、こうしてます。いや、ちょ、イベルジクに対してバンギを投げるってのはそもそも弱いんだけど、バンギ投げてるのにステロ負けないのも弱いな。なんもイベルタルをこう、解消してない。で、イベルに対しては、できればヘドバックぶち込みたいんだよね。期待玉の有無とかにもよる話になってくるけど、ここからまだやばいこと起きるとしたら、イベルタル。特殊型一定読みするんだったらマジフレで全然いいんだけど、特殊別に、いやー、わかんないな。どっちとも言えないね。だからダイマックスは相手10兆100切ってくるわけで、そうなるとさ、ますます型わかんないんで、ヘドバックで削りたい話あるけどな。バンギがぶっ飛んだ時どうするかだよね。まあ、嫌いな魔法ケアするんだったらマジフレか。鋼の翼だとダメなんだけど、まあでもそれだとね、ああでもまあ物理だったらそれありか。雑誌に抗えないのは辛いと思ってるんだけど、ね、どう考えても辛いと思ってるんだけど。とりあえず、でもこうヘドバックで毒引いたらいいやろっていう方に甘えなかったのはいいと思ってるんだけど。ジェットから、でね、物理が特殊か、わかんないんですよ。だから、物理だと多分、ダイナの耐久的に大丈夫だと思うんで。まあ、弾、かなおそらく。弾。いや、弾だったらでも特殊臭くない？なんか、弱砲だったら物理で使ってさ、スチールでとかっていう、その耐久上げて、相手の見えない勝ち筋を狙おうみたいな話、なんとなくわかるんだけど。まあもう今となったら見えない勝ち筋でもなんでもいいんだけど、昔はまあまあ見えない勝ち筋だったもん。まあここのバンギーがめちゃくちゃ見えなんだけど、それでも一回バンギー引きかな。こっち逆にあとね、こいつをメタモンで、バンギーで無理だった場合メタモンでパクったら多分止まんないから、それで成立してる。アーク多分、いやーわかんないな。なんかどっちとも言えない気がする。あのね、無限ダイナを入れた受けループの弱いところはね、ダイマックスがね、相手がダイマックス切ったのを見て、ダイボールでダイマックスターンを枯らすっていう目的で、ダイマックスをするんだけど、それがめちゃくちゃ弱くて、だからメタモンだと、結局メタモンでダイマ切って切り返すじゃんみたいな、スカーフはどういったんだって話になるんだけど、まあ、ね、結局やってることタスクメタモンになっちゃうんだよな、ダイマックスを考えると。いや、相手がダイマックスしてこない前提なら、こっちダイマしないで上から突っ込んで積みに対して切り返してきてるんだけど、相手がダイマしてくること考えると、こっちもダイマしなきゃいけなくて、その時点でスカーフ意味なくてさ、同速っていう。そりゃタスクメタモン、命のためメタモン使いたくなるよね、みんなね。しょうがない気がするわ。バカなんだけど。あれは確かにバカのポケモンなんだけど、しょうがない。ダイマックスの方がバカだもん。どう考えても。致し方ないわ。で、イベル小さくなって、気合玉飛んでもあったからないかな。まあ、羽で粘るっていう話あるんだけど、それしてきたらこっち、ダイナ引きで、イベル止まっちゃう。うん。オッケーオッケー。やっぱ受けループだわ。もう一戦いきます。はい、じゃあその続けて2戦目やってきます。来たー。永遠のライバル、ザシャン構築。これ、小谷座か。まあ、晴れプラスダシアンだからソーラーブレードぶっ飛んでくるのも全然あると思うんだけど、ね、ノラゴンの型試合なんだよな。割とノラゴンの型試合だと思ってて、あとドラパーが、ちまきまずいんだよね。でも、無道は宇宙一投げたくなくない？この構築に対して。初手バンギ合わせるか。
でもそうやったら布を裏に置かないと絶対成立しないゲームになるのと、ドラゴンでも意味わかんないこと起きる。結局メタモンなの。結局、いやでもドラパー相手絶対出てくるんだよな、崩すために。でモンジャった時が無動で話にならないから、さすがにやっぱり。で相手はね、自分のドラパーを座車引きで解消できちゃうわけで、それはちょっとまずいと思うんだよね。だまあ番儀合わせて初手番儀でダイナ裏に置いて、いやもう初手ドラゴンがゲロすぎるけど、これでいくしかない。エラ神だったら、いやー相手でも激励でいいんだよな。大魔、いやいや大魔切ってエラ神だった時もうちょっと話にならないな。ただ裏にメタモン置かないとさすがにヌオいないのは無理で、ヌオって投げるとそれこそドラゴンがいた時に多分全部終わるゲームになる。ダシャンから来る。ちなみにこれもまあまあまずい。ちなみにこれも普通にまずい。まあ技見るか。ってか、ああ。釣ってくんない？こう、布引きめちゃくちゃ見えるでしょ。釣り交換前提で動くわ。布いるから剣舞する理由なくて。じゃあ、あれか。あーまあ布を考えるとじゃれときたいか。巨獣団飛んできたら負ける。不安定がひどい。けど逆に返しで多分取れるから。メタモンってなんか手袋みたいだよな。オッケー、パクって、神ゴッド。これで、プラニだから、押していけると思うんだよね。巨獣山で。身代わり持ちか、この雑誌やん。神だ。で、ヌオいないの多分バレてて。この後雑誌やんの形したいやんだけど。いや、身代わり持ちでしょ、多分早いと思うんだよな。で、プラニだから、こっから、受かる駒相手出せなくて、まあ、あるとしたらドラッパ引きもでも成立しないね。なんかメタモン殺せたわ。あ、メタモンじゃない、出したやん。メタモンマジ安っぽいけど、オッケーオッケー。でかっ。全部がすごいわ。じゃあれだったから、さあ、避けて運勝ちじゃねえかとかいう話成立しないからね。まあでも布も見えてると、さすがに一回じゃれたいのかな。フォーカス。これのあくびがめちゃくちゃめんどくさいんだけど、一回突っ込むべきか、突っ込まざるべきかって話だけど、裏多分リザードンだと思っていいんだよな。いや、ドラパルトだったとき、いや、でもそれは番儀でなんとかなってるから、ここ多分削りにいっちゃっていい。で、相手なんならさ、ステロとかから入ると、めちゃくちゃ楽なんだよ。あくび。砂で削りに行くか。いや、ラストよく考え、多分リザだと思っていいんだよね。だから、ちょっと雑でもいいのはダイナの方だと思うけど。で、リザードのジェット積み切った後は、パクればいいでしょ？ウォールジェットウォールで切り返して最後スカーフでっていう形でいいか。そのパターンに落ち込みたいね。いやでもこれ多分いずれにしてもザシアンあそこで落ちたのでかすぎる。ザシアン構築ってさ、メタモンを考えるとザシアンを今日入れなきゃいけないっていうさ、ザシアンでザシアンと殴り合うっていうのは必然的に微妙になる話だよね。とりあえず一回ダイナでよくて、とりあえず一回ダイナでよくて、オーバーヒー OK。 一番安いとこ出せた。これ身代わりのオプションいっていいな。何が出てくるにしても
ああ、そっかそっか、コーダスってこれか。ラストバックするんだったね。リザが出てくるかな、おそらく。ああ、なら勝ちかな。さすがに困ったら、バンギラスの独壇場だと思ってるけどね。ね。ジェット一回耐えるかな。マジフレを入れとくのが正解だと思ってるけど。で、自信持っててアース打ってくるとかそういうのは、バンギーダイマキラは結局解決できるから、マジフレを新際に入れちゃうのがいい。いやー、やっぱ、マジカルフレームいいわ。こんな強い技はないと思うんだよね。このタイプでさ、ラットレイをこう、まあ大抵ラットレイは死なないんだけど、フィッチだと。まあ、結構ダメージ、削りとして使いつつ、C を下げながら殴るっていうね、こんな強い技があっていいわけがないと思うんだよね。おかしいじゃん、性能が。殴って C 下がるってどういうことだよっていうさ。で、物理型のリザードンがまあまあ困るんだけど、ダイナ耐えたわ。謎に耐えました。いや、さすがに再生する理由がないか。まあ次バンギーから入っていいと思うけどね。ヘッドバックでよくて、僕引く、あんま変わんないかな。ジェットサンパワーとドクト両方入ってちょっと美味しいみたいな話もあるけど、さすがにバンギラスで勝ちじゃないかな。ロックは絶対上から打てるから、コータスよりは。コータス無視できて、だからウォールロックロックで勝ちだと思うけど、突然やばい技飛んでくるとかあるかな。コータス即引きだった場合はメタモンで勝ちだから、結局、ああ、即引きしてくるんだ。もうこれ、このロックで、結局、どっちか一体死ぬわけだからさ、コーダスが残るんだったら、バンギで勝ち、リザが残るんだったら、メダモンでパクって勝ち、みたいな感じで、いいと思うんだよね。爪筋がやっぱ見えやすいな、受けループは。すごくなんか、はっきりしてていい。ふわっとしてない。いや、ふわっとしてるのは僕の理解が浅いせいなのかもしれないけど、少なくとも受けループに限っては僕ははっきりしてると思ってるからね。ボールから入ってロックでいいと思うんだよね。初手の魂の立ち回り以外全部良かったな。あれをしなきゃいけないのはちょっとまずいな。だ結局メタモン使う以上は後手後手に回りたくないんだよな、ダシアンに対して。でも、ダシアン構築にダイナヌを投げる選手とすると絶対負けるんだよね。勝てるわけがない。冗談抜きで。そういうように作られてるゲームだから、なんか、受けてたら多分勝てないんだよね。ダシアン軸に受けて勝てないんだったら、受ける意味があんまないっていう話になっちゃう気もするけど。逆にバンギラスが強すぎて、リザードン絡みは、かもれるね。OK。まあまあまあ、受けろくもね、一シーズン一回はやらないとね、気が済まないんでね。やってみました。しばらくちょっと受けろくの、てかメタモン入りだけど、動画上げるかもしれないです。GG、お疲れっす。